さんおなじみの集いの広場のマーチくんです。辰野市子育て集いの広場からの動画をお届けしています。皆さん応援してくださいね。皆さんこんにちは。今回は三つ子育て集いの広場からお届けします。今日はこれ、何かわかるかな？あ、ちょっと失敗。けん玉、けん玉です。このけん玉を今日は一緒に作ってみましょう。準備するものはヨーグルトカップが2つ、紙コップでもいいですよ。ペットボトルの蓋も2つ、そして糸が25センチほどです。今日はタコ糸ですが毛糸でもいいですよ。そしてセロハンテープを使います。では作ってみましょう。糸の両端は抜けにくいように玉結びにしておきます。両方とも結んでくださいね。そして結べたら、その糸の端をカップの底と底で挟んで、セロハンテープで貼ります。一度に貼ってしまうのは難しいので、少しずつ貼っていく方がやりやすいですよ。くっついたら、あとは全体をしっかり貼り付けてくださいね。くっついたら、今度はもう一方の方もペットボトルの蓋で挟んで、セロハンテープで貼り合わせます。貼れましたか？しっかり貼れたら、はい、これでけん玉の出来上がりです。できましたか？遊んでみて、糸は好きな長さに調節してみてくださいね。ではまたお会いしましょう。さようなら。